あります。ね。すごい使う女って使わなくあれ。大問題発生する。ほんまに。そうだね。ユウのこれからこれからシーズン2。てるくんは基本優しいんで。優しい俺。家の生活とかでも別にめっちゃ奥さんに何を求めるとかもないし、うん、片付けるのも苦手な人やし、まあ、俺がやったらええやんとか、なんかそういう感じですしね。素敵なこと。それは昔は腹立ちましたけどね。それいらないじゃん。今のいらないじゃん。俺がやればいいじゃん。でも平らなところがちょっとでもあれば物を置く人なんですよ。うちの息子と一緒です。これやばいですよ。そこもここもやばいです。うわ、もう平らでしょ、ここ一瞬平らでしょ。一瞬平らです。これダメです。もうここにコロコロ置きますよ。あー、コロコロね。コロコロ置きます。洒落たこんな筒状の加湿器あったんですよ。はい、筒ですよ。筒の上に進撃の巨人の単行本置いてあったんですよ。そんなことあります？三巻が置いてた。そう、だから私は本当に1年に178回同じこと言います。空いてるところは開けとくべき場所。空いてるから置いていいではないのだ。そう、もう全くその通りです。開けときたいのだ。でもそんなことも飲み込みながら生活してます。そうですね、はい、向こうも言い分あるでしょうし。ほんでそもそも、はい、視聴者から何の話してたんこれ。いいの、楽しいじゃんか。いや、いいよ、全然いいんですけどね。そう、だから視聴者の方からのあんとご質問とか相談を2人で聞いていきましょう。はい、愛知県29歳会社員の方からです。男性の方からです。ユウさんにちっちゃい男と言われてしまいそうですが相談させてください。半年前から結婚を前提に彼女と同棲を始めました。2人で決めたルールでお財布は別にして、僕が家賃を、彼女が光熱費と食費をそれぞれ負担することになっています。それなのに彼女は帰りが遅い僕に〇〇買い忘れたから買ってきて、ビール飲みたいなどちょこちょこ細かな買い物を頼んできて、自分からお金を払ってくれないのです。僕が払ってと言えば払ってくれるのでしょうが、自分がケチに思えてなかなか言い出せません。とはいえ、チリツモで1ヶ月分となると結構長くになり、結婚資金のためにコツコツ節約したのがバカらしくなってきました。金銭感覚が違うのかなとも感じます。このまま彼女と同棲を続けて大丈夫でしょうか。パートナーとお金のことを話す時のコツがあればアドバイスをいただきたいです。あー、なるほど。だって若い29歳、若い方にしてみたらね、1500円とかに何買っても800円、1200円、これチリツモになったらもうすぐ1万2万なんですよ。死活問題なんですよ。これもう俺金額関係ないと思うんですよね。これだからそういうなんていうんですか、月収のアベレージとかも、うんうん、じゃあ裕福だったらそういう問題がなくなるのかってなると、あります。ね、金額ではな い, ない、ね、だから聞いてる人でこれ見た人で、うん、ええー、やん、1000円、1500円、積もったって1万2万そこらぐらい、男がそんな言うなみたいな昔ながらの考えで言う人もおるかもしれんけど、これがまたもうどの金額層でも結局なんかあります ね, ね。だ別に、両方共働きで、折半して、こっちが多かったこっちが多かったで揉めるもそうやし、専業主婦で旦那さんが稼いできてね、でそれでもいっぱい稼いでたらこれ文句ないんか言うたら、いやいやちょっとない、あなんか最初はえらい気ぃつこうて、なんかこんなん買うてええかなとか、えらい高いからやめとこうかなとか言うてたのに、だんだん当たり前になってきて、もうそんなん買うたん、そんな高いの買うたんってまた言われへんし、家買っちゃった、いやもうとんでもない女やとかなるじゃないですか。そう、アイスクリームだったの慣れてくるね、えらいもんで人間ってね。そうなんです、当たり前になってくる。結婚も視野に
入れて同棲して、うん、結婚資金も貯めるつもりな、うん、彼なんだけど、うんうん、彼女がなんだか全然そういう感じじゃないんでしょうね、はい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 、きっと、まあ、不安でしょうね彼からするとね。で、うん、すごい使う女って使わなくなれん。やっぱそうでしょうね気がする。俺もそう思う。金額だけじゃなくても何万でも何千円でもそれを止めたらなんか強烈なストレスがかかる人がほとんどというかね。それで日々生活してる人は彼女は割となんかなんていうのかそういうことを考えずにご実家含めて暮らしてきた方で、うんうん、いや何ってんのビール、うん、いくらそれもわかる、うん、私もちょ言いがち、うん、え、なんで、うんうん、じゃん別に、うん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 、アイスクリームがバッグになり、はい、バッグがマンション、マンションが馬になった。だいぶエスカレートするけど要素は持ってるっていうことは間違いないかもしれないですね。だから面倒くさいんですけれどもねえって気がついた時点でやっぱりまあ話し方ですけど、そうやな、ちょっとこういうのってさ、ユウさんが言ってたよ、アイスクリームが、天丼になって、天丼がマンションになって、マンションが馬になるってそうじゃないよなって言って聞いて、うーん何言ってんのあのババ何誰がババアだよいやなんで おんねんそこになんでその2人の会話の横におんねん。誰がババアだよ。なんか楽しい感じでこれを逃すとテリ君のさっきの結婚用じゃないですけど、あとズル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 なるなる。だからご結婚なさるなら、うん、多分ですけど安心してたい方ですよね、このご相談の方が。そうですね、まあ、はい、ちゃんとしてるし遊びの余白もあんまり取れないタイプの男性かもしれんし、ちょっとまだこれだけでは分からへんけど、生真面目なね、うん、誠実な方なんでしょう。だからそういうなんかどっちか何かよく分からない嗜好品みたいなのありません。だそれ分用に2人で出してここもプールしといたらいいじゃないですか。ちょっと今何言ってるか分かんない。何分かれへんの結構丁寧に言うたろ貯金をなんかよう分からんのに使う用のやつ、はいはいはい、ふわふわマネー、なんか余白のやつありません。ふわふわマネーと名前は何でもいいんです。そう、名打つかどうかはさておきです貯金とはまた別になのかなんか分からん、小銭をガチャガチャ貯めてる壺かもしれん、うん、ね、なんかそっからビールじゃあ、ああそうだそうだそうだ、なんかちょっときっちり額面つけていったらそりゃどっちか損してる。なるほど。でもなんか余白を作っとかんと。なるほど、これはいい話ですよ皆さん。余白が大事ですよ。そうだからそれ両方出せばいいんですよ。1000円だったら1000円なのかお釣りの小銭なのか。でもお釣りの小銭俺の方が出してる気すんなとかそんなことなってきたらあなたはもうこの生活に向いていない。そうですね、そこまで言ったら。だからそうやったら小銭は額面が出えへんすぎるんやったら、何かの時に同時にはい1000円とか、うん、5000円とか、うん、を何かに入れといて、うん、そっからこうアイス食べたなってきたななんか、うん、みたいな時はコンビニ行く前に2人でそっからお金取っていくとかね。まあ、決めなくていいんだけど、決めるとしたら、そうそうそう、決めるとしたら自分もじゃあ16日生まれ、うん、16日にもう100円入れる。 お前28日だから28日100円入れるとか。まあね、だからそうじゃもうなんで誕生日なんかも分からんけど、まあ例えばですもんね。でだから何日に何も入れなあかんとか言うと、これ余白じゃなくなってくる。ただの貯金になっちゃうから。その女子はでも決めなかったら入れないもん。そうですよね。だからなんやろな、面白かったら入れるかな。私だったら推しの誕生日の日って言われたらもうすごい入れちゃう。すっごい入れちゃう。
とかみたいな、その嬉しみの日そうかとか、うん、ちょっと多分ね、彼氏さんがちょっとずつちょっとずつ3年経ったら大きな損害を被ってる気がする、うん、ような気がするから、あ、分かった、じゃあちょっとだからなんか小物とかも多い彼女さんなんじゃないのかな。ほう、どうもなんかそんなに、うん、これ使ってないよ全然、うん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 、メルカリで、ね、あかんってそれもう大問題発生するよほんまに。そうだね、その旦那のね、なんていうの、自分のメルカリやってるサイトの今までのその売ってきた履歴見たら発狂するよほんまに。奥さんのもんばっかりずっと私のばっかりあ、でもだから2人であれいらんようになったなとかね、あれいらんようになったな、メルカリで売ろうか、メルカリの売り上げはプールしとくとかね、イエイ、ほんでそのプールしたお金でなんか嗜好品ビール買っといて、アイス買っといて、アイス買いに行こうかとかね。あ、いいじゃん、そうです、それいいんちゃう、マイナスないし。じゃあてるくんのアイディアで今回はお二人がお家の中にあるもので、はい、これ使ってないもったいないじゃんを、うん、メルカリに出品してその売り上げを2人の嗜好品に使います。でも良かったですね、てるくんの。いいですよね、でもね、とてもいいです。じゃあもう今日は、じゃあすいません、なんかお忙しい、いや全然全然、来ていただいてありがとうございます。いや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 、なので、また遊びに来てください。そうですね、はい、ちょっとまたその後の奥さんとどうなったかまた報告しますんで、はい、お願いします、はい、今日のゲストはてるけんくんでした。てるけんでした、ありがとうございました、うん、どこにいるの、何時に帰るのとかうざいこと言い出すんですよ。お互いにとっての教育です。勝ちに行く勝負。ヘルキンの説明もせなあかんな。